全然どうぞ。失礼します。どうぞ。お疲れ様でした。ペンペン聞く。お邪魔します。どうぞ。ありがとうございます。設備がほぼないです。あそこぐらいしか台にできそうじゃなくない？学年台。あ、でも確かに本当ワンちゃんできます。できる。できます。ちゃんできる。だって明日のリハスケとか出てなくない？そもそも。いや、だあどうだろう、変更とかなければ。え、あるよ絶対。だって今日できなかったじゃん最後の。全部行かなかったけど。でもどうだろうね、その辺は漏れたの絶対。明日なのかさ、別に明日じゃなくったってできるじゃん。いや、3日間の漏れたやつ明日って書いてあった。本当？うん、私明後日説聞いたんだけどね。うん、ね、でも水がなくてちょっと買わなきゃいけなかったからスマホ持って買ってくるの。待ってる。待ってて。待ってるじゃん。かなりめっちゃバタバタですね。みんなわちゃわちゃ。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃドラム鳴ってる。すごい、作法美肌加工使ってないの？めっちゃすごいね。作法美肌加工使ってないんだって。すごくない？ショールームで美肌加工使わないのすごい。それはすごいですね。ね、強い。私は絶対美肌加工欲しい。何加工だよサバちゃん。すごい。みんな一気に変身を始めましてるね。初めてましてるね。初めましてる。あ、サインありがとう。すっぴんで配信するのはすっぴんですよ一応。あの美肌加工みたいなのしております。今は同じ部屋にギョッテンちゃんがいます。どうもギョッテンちゃんです。で、隣にサホが帰ってきたらサホがいます。何時まで配信できるの？配信する場所みんな困ってると思う。限られてるのでね。何時まで配信しようかな。かわいい、ありがとう。結構な人がそそくさとかいて、30ただいま。あ、おかえりなさい。でもね、あのね、水が枯れてたもん。え、あ、売り切れだった。こんばんは。カフェです。カフェに買いに行かせてかわいそうってコメント来た。買ってきてほしかった。うん、私頼んでない。よかった。頼んでないのに怒られちゃった。私はそうなんだ。強制を外さないと抹茶ラテは。あ、でも1回別にすぐね、夜また走ってないよ。あ、でも今日はサホちゃんに。サホちゃん気にしません。もうサホちゃんに諦めました。強制の器具をつけたまま抹茶ラテを飲んでやります。今日はもうお家帰って洗えばいいや。本当は外して飲まなきゃいけないんだけど、なんかさ、あるんだよね、虫歯になっちゃうみたいな。あ、そうなの？そう、あのこういうマウスピースの話。マウスピースつけてると虫歯になっちゃうから歯磨きしてからつけてくださいねって言われるのよ。ね、確かに私も歯磨きしてつける。そうなんだけど、まあ帰って歯磨きするじゃん。確かに今日この後さ、この配信して帰ってから、だからまあどうにかなると思ってます。なんで、うん、飲みます。天才ゆきの喉からご飯楽しみにしてますって。うん、楽しみ。私も。なんだって？うん、なんでもない。あ、オッケー、ありがとう。大きな人ありがとうだね。サホってさ、美肌加工してないの？え、知らない、そんな機能あるの？すごい、機能知らないんだって。え、ちょっとしてるんじゃない？でもさすがになんかフィルターかけた。ああ、これそうそうそう、これ多分めっちゃ変わると思う。じゃあ目大きくしよう。あ、でもこれあるわ。それ何？これ、あ、セルフ、これ滑らか。あ、これも結構強いで、明るさ、明るさ多分明るくした方がいい。え、明るくして、ほら、あ、本当だ。ちょっとピンクっぽくなるけど、
こんぐらいかな。でもなんかさ、言いたくない、なんて言ったらいいんだろう。ほら、どう？漏れない？これ漏れてるの？みんなちょっと少し明るくなったって。美肌加工してなかった今まで。今ね、しないとこのぐらい、もうあんま変わんない。変わるよね。しないとこんぐらいで、するとサホ何も変わってなくない？変わってない1ミリも変わってなくない？どうしてだろう、何も変わらなかった。あ、くっきりさせてみようかな。私じゃくっきりさせてみたらマックス。え、でもなんか画質が荒くなった、うん、荒くなるからこれぐらいがいいな。でもくっきりいらないかもしれない。したら、あ、でもちょっと薄い、これぐらい、うん、明るさだけじゃない、変わるのサホ。あ、何もしてない。すごいよ、これやりな、これ。はい、大きくなった？え、大きくなった。これ目大きく、え、全然大きくなってない。なんかサホ、あ、うーって怖い怖い。これはね、いらない。めっちゃ目ちっちゃく見える。ね、これやばいね、この格好。見て見て、大きくなる、大きくなる。待って、目大きくした、ね、なんない、目、顔としてほしい。あ、変わった、変わった。ほら、大きくなる瞬間やばい。なんか多分あんまり顔って認識されてないんだと思ったし、今マックスなのに目変わんないから、見ててね、変えてやろうぜ。怖い。あ、マスク取ればいい。あ、やばくないこれ、マジ怖い。加工で遊ぶの定期的にやりたくなる。やばい、アニメみたいじゃない。これ見て、小顔もやばいんだよ。ほら、ほんとだ、全然可愛くないんだけど。しかもやば、この目が大きくて可愛くないんだね。だから目が大きくていいって問題じゃないんだよ。え、みんなそういうことだ。だって3位から4位に上がったのがランクアップって正直話されたんだけど、煽られてる。え、どういうこと？3位から4位になったの。私今7位に落ちたよってなんかわざわざ教えてくれた。そう、なんかランクアップって出てきたよ。煽られた、煽られちゃった。見て、すごい背景が超歪んでる。やばいやばいやばい、軸が歪んでるかもしれない。歪ませてるよ。じゃあさ、こっちに移って一回移ってくるし、じゃあ。いや、間違えた、さよならって言われた。待って、あれをポイント返してくださいって言われる。見て見て、押し返してください。怖っ、なんだろう。でもさ、プリクラとかこんな感じじゃない？プリクラだね、これ。はい、作る配信、うん、で1時間使う。はい、すごいすごい、絵の顔に飲み込めて。やばやば、戻します。はい、というわけで遊びました。マスクまで配信します。すいません。じゃあ、ただいまリセットします。なんか、バタバタしたね。バタバタが好きです。どこだ、こっちには汗が、こっち、こっちはもう、これナチュラル、今終わってる、いつも通り。いらない、目を大きくするやついらない。小顔が、小顔もいらない。ナチュラルです。高さが色白加工、色白っていうかね、なんか色白っていうかね、明るさがね、なんか明るさはこんな感じ、マックス。マチュラル、白と目が、目がチカチカするよね。マチュラル、はい、以上です。そういうのがめっちゃシンプルに感じる。あ、いつも明るさはね、待って、クマ来た。これが真っ暗、めっちゃ可愛いも来た。出てみるんだっけ、いつもこんぐらいにしてる。出てみるんだっけ、待って待って、みんなみんな、ちょっと助けて。やめな、黒いっていうの。どうしたの、これは。黒いっていうのやめな。まず、じゃあ今一番早いのか読むね。ケンさん、クマさん、ありがとうございます。めっちゃ可愛いって、優しい。して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 。ガトライトさん、めっちゃ可愛いタワー、ありがとう。あとサホマニアさん、めっちゃ可愛いタワーを。ありがとうございます。ありがとうございます。夜ご飯、確かに夜ご飯について考えて。ゆこひでさんもだ。クマタワー、ありがとうございます。ご飯食べるタイミングを逃したな、夜。でもさっき食べてたっちゃ食べた。今回は3位の目指して頑張ろうとも、ありがとう。すごい、レインボースターも貯めといてくれたの。ありがとうございます。ありがとうございます。9。
明日の朝何時かよく決めなきゃだね、これ確かに、やばい。みんなのタワー私読めてるかな、教えて。思考停止してる。え、嬉しい、バカバカ搬送から来ました。あやなファン1日目中止だって、ありがとうございます。ぜひ今イベントやってるので、そう3日間イベントやってるので、ぜひ。なんだっけ、なんだっけ、何したらいいんだっけ。私そういえば SM 認証だ。 SM 認証じゃない、 SM 認証って言った今。 SM 認証って言ってたよ。 SM 認証なんかハードそうだったいつも SM 認証って言っちゃう。 SM 認証があるそうです、篠崎さんのショールームには。ない、気をつけてくださいね皆さん。ない、 S か M か言わなきゃいけないってこと。足形された、そこは足形なんだ。ちょっと突っ込んでくれてもよくない。え、なんか何でもないです。ごめんね、ツイートしなきゃって気持ち。そう、ね、始めたよって15分経っちゃったんだけどさ、すいません、お忙しいところ、すいません。 SMS 認証を MS してください。キョピーキョピーキョピー C のキョピ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 。明日、私朝、明日何時からやるの朝。記憶がじゃない、まだ考えてない、やってます。あった、3位になった。え、なんか2位まですっごい差広がってる。え、すごそう、すごい。もう31万ポイントの差。篠崎さんの次に今いる。篠崎さんまであと2万1000ポイントみたいなのが出てくるんだけど怖い、やだこれ。これどうしたらいいの。やだ、本当に全然大丈夫、大丈夫って言ったらあれなんだけど、なんか、うん、なんか申し訳ない、この煽られる方ね。この出ちゃうとなんかみんなも気にしちゃうよね。う、前回と違うね、これなんか出てくるたびになんか絶対顔になんか出ちゃうからさ、ね、なんかそれがちょっと嫌だな今回。煽られるのめっちゃしんどい、ね、ありがとうございます。本当皆さんポイントとかも貯めといててくれて、全然順位下がったりする、その気にしないでくださいね。10位以内に入れればもう番組、本当もすごい出してくる怖いなんで怖いなんで、本当に気にせずね、してください。本当気にせず。あ、ソーダが出てる。千代さんの YouTube 見ました、ありがとうございます。確かに、あ、で今 私も今日上位記号もらいました。そうですか、そうですか。みんなあれ見ました、これ何時までですか。23時45分、あと1時間は確実にやります。私は23時35分に終わりにします。え、45分かと思ってた、寂しい。10分1人3本、23時45分かと思ってた。帰ります、寂しい。帰ります。なんで10分早めたの。え、私35分だったよ、元から。うん、だからそれ通りに帰る、帰りは。一人ぼっち、そんな夜遅くに一人ぼっち寂しいかもしれない。そんなこと言うタイプだったっけこの人寂しいじゃん、危なくない、お道歩くの。あ、これはですね、何をしたらいいんですか。あの、今視聴ボーナスで星って持ってますか。それがあったらこう連続で10個連続で投げてもらうとね、倍になったりする、倍だけ 1.2 倍になったりするから、まあちょっとガーって連打してもらえたらだーって。あとはコメントをいただけたりすると50コメント分はポイントになったりするので。さっきからだいぶスルーされてしまいました。31分で更新ワンチャンありか、じゃあ更新してそうしましょう。わかりました、ありがとう。あ、そっか、 SMS 認証されてるかな、ね、23時半で更新すればいいの、ね、ありがとうございます。そう、イベント期間で確かに SMS 認証、電話番号の登録されてますか。他にも分からずに見てる方もいると思うので、ひな長いました、怖かったひな長。どっちが話してるのか分かんなくなっちゃう。確かに私です。やばい、お腹すいた。トウモロコシ食べようかな。トウモロコシでも配信中に食べたら歯に詰まりそう。だってっていう悩み。どうしたらいい。画面の外で食べればいいか。そう、今コメントがそうだった。コメントくださってた。どうやって応援したらいいんですかって。画面の外で。
画面の外でトウモロコシ食べようかな。とってもいいよね。あやな、映らないって寂しいね、みんな。すごいみんな配信してるって。みんな偉いな。さっきも優しいだよね。ありがとうございます、応援してくださってて。とてもありがたいです。でもこういうイベントってやっぱね、初めましてとかでさ、こうショールーム見始めたばかとかの人絶対難しいよね。うん、ありがとう。いつもこのマスク気になってる。韓国のファンの方が送ってくださってるから。あ、そうです、星99個が5色あったら全部投げちゃってください。それボーナスだからたまるんですよ、見に来ていただくと。でなのでそうです、ありがとうございます。持ってくる。そう、全部もう押してゼロにしちゃってください。聞いてる。そうすると私のことを応援してくださるポイントとして加算されますので、このルームで投げていただけたら嬉しいです。あ、そうだ、 SMS 認証は何？何でもない。 SMS 認証どうやの？ SMS 認証、そうだよ、今 SM 認証って言ってた。言ってない。え、嘘、言ってたよね。絶対言ってない。私はなんか、ま、あのトップページに戻って、そうだね、プロフィールとかみたいなとこで登録する画面にあるか。ほら、言ってない。言って嘘。ほら、じゃあ私がもうそう聞こえたんだ。ほらムカつくんだけどムカつくもう見て、知ってる人、タオさん。あ、うん、知ってる人。タオさんの邪魔しないです。そうだよ、邪魔しないで。タオさん今説明してたんだから。てる人なんだ。食べるなら持ってくればいいじゃん。うん、持ってくる。いたっしゃい。サホが怖い。怖いって言われた。タヤなんかと言ったから少しはもう。お尻痛いじゃん。私今までずっとあれしてたんだから。出てて。そうです。認証していただいてから星投げないとダメなんですよ。あれだよね。だからそれだけね。すいません、あやなんちゃん。いや、今日はもうなんか何時からリハしてたかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかもうね、最後の方みんなのテンションがおかしかったの。もういる全員がおかしかった、正直。もうなんか最後の客だみたいな、イエーイみたいな。あともうあの曲中のさ、はいはいとかあったらもうなんかみんなですごいはいはいみたいになってた今日すごいあの仕上がったオタクたちのかのような感じで、今日もね投資リハをみんなで見守りました。あら、ここでヒロさん、くまったわ、ありがとうございます。すごかったよ。でもあの皆さんはね、もしね、そうコンサートでそういう盛り上がる系の曲が来たとって、声は出せないんで、その時はもうってやってください。ありがとうございます。帰り、サボちゃんにクッション持ってかれたから、じゃあ半分こしよう。ありがとう。一番の半分こは斜めに使うことじゃない？頭いい。スタスはあれ、あなた頭いいわね。あんた頭いいわ。ありがとう。今更したの？頭いいわ、あんた今更したの？はい、すいません。トウモロコシ食べます。いただきます。さつまいも食べてたし、すごい素材をみんな食べていくスタイルだ ね。でも体にいいよね、さつまいもとか完食にぴったり。トウモロコシは糖質多めだけど。そうなの、うん、まだスケジュール組んでないんで、もしあ、そうだ、明日のスケジュール考えたんだよ私。そういえば一回ね、それがほん、あとミュージックブラッドのあれしなきゃいけない。もうダメだ、私はもう爆発してる頭が。今日のリハみんなハイテンションだったよねって話をしてたの。なんかすごい怖かった、みんななんか仕上がったオタクのようだったって話をした。あ、私は怖かった。怖かった。乗り切れない人だから。持ってた持ってた。ありがとうございました。いえいえ、またね、バイバイ。また明日だね、きっと。なんかみんながはいはいはいみたいな、そうだね、はいはいはいやってたよね。私はすごいってなってた人。すごかった。まあ
すごいすごい、みんな怖かった、はい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 そういう感じでもうノリがね、うん、説明すると仕上がったオタクたちが怖いということは、そんなことない、怖くないよ、なんかレッスン上でその背景見るのが、そうだね、距離感もねあれだからね、うん、隣の人がやってることもいるからね、うん、怖いってなってなんか根っこ黒くない、こんなもん、あーどうなんだろう、腐っていつも、うん、いつ茹でたの、いつ茹でたえ？え？一昨日とか？昨日？一昨日？大丈夫じゃない？一昨日茹でた？さすがに大丈夫だと思うけど、1週間とか経ってたらちょっと怖いなって思うけど、ね、大丈夫だと思うよ。なるほど。トウモロコシって傷みやすいの？そんなことないと思うけど、保存の状況、ね、傷みやすいんだ。ずっと冷蔵庫入れてた。うん。大丈夫、例えばそうじゃない、例えば大丈夫だと思う、大丈夫でした、あー面白かったなリハ、あー楽しかった、なんか疲れすぎてもう分かんない、うん分かんないんだけどはは冷たい、同じ気持ちでしょ、何がなんかやばすぎ、やばい、何がやばいのかもなんか思考停止しない、なんか何がやばいか分かった、あすいません私だけでしたねえ、サホと何も共有できない、仲悪いみたいなんで仲悪かったんだ私たち、仲悪いみたい、うん、しょうがないそれは、はってはって言われたそうなのよイチャイチャって言ってるこっちは、イチャイチャ、イチャイチャだって、イチャイチャ見える、うん、イチャイチャイチャ優しい、うわほら本当だ、イチャイチャ認定されてるから、イチャイチャなの、ボンソワー、女子トレファティゲ疲れた、何語、フランス語、フランス語か、リアルがあって話し合いが見えないよくさ、二人はどういう関係なんですか、うん、カップルです、同期です早いって早い、はい、お二人はよく二人でお出かけされるんですか、しないです、しない、しないけどさ意外とさたまに二人でご飯行くじゃん、行ったことあるっけ、いなくない、あこういう合間とか、パエリア食べ行ったじゃん二人でわざわざ、わざわざって言っちゃっただってさなんか合間とかさ、うん、寝言の帰りとかじゃなくてわざわざ予定合わせて行ったじゃん、プライベートでタムが誘ってきたんだよパエリア食べ行こうって、だからあれはスペインに行ったじゃん、なんでだから違う、スペインに行ってパエリア美味しかったのそしたらスペイン初、怒ってるパエリア美味しかったこと、スペインのなんかさあれが日本に出店してるってことに気がついて、うん、行きたいって誰の子行きたいって言うから一緒に行っただけであって、あ別に行きたいって言ってるから行ってあげただけだよってこと、そう、あそうなんだ、多分私はなんか佐藤が、うん、マエリア行きたいから一緒に食べ行こうよって誘ってくれたのかと思ってたの、誰の子行きたいって言ったからね、行こうって言われたから行きたいって言ったんだよ、食べたいって言ったじゃんだって行こうって言われたから食べたいって言ったんだよ、だって行こうの前に食べたい、じゃあ行こうじゃんもうどっちでもいいやでも確かにどっちでもいいね、正直どっちでもいいんですこれはもう本当に喧嘩喧嘩です、喧嘩でした確かに食べたいって言ったのか、あなんかこういう店があるんだよって言ってきたんで、うん、で食べたいって言った、食べたいってそれ言うでしょ会話の流れで言うよね、あ食べたくなかったのあれ、いやなんか え食べたくないわって言わなくない別にさ食べたいなくてあそうなんだっていいじゃん、あなるほどね、別に行きたくなかったら、あ行きたくなかったんだ、ね行きたい、行きたかったなんだこいつなんだこいつ、あ面白い、はい、行きたかったよ、そっかあれはいつの話だろう、もう何年も前だよ、うん何年も前、それ以来2人でご飯行ってないの、うーんなんかラーメンとか誰かいた、デナッチとかいた、
うん、なんか連絡した3人とかあるかもね。ニハの後とか合間とかに、なんか前にね、空き時間に行った気がする。確かに、なんかまあ近くにはいるよね。だって今日もずっと隣の席だった。なんだっけなんか、はい、え、あ、そっか、もぎさんとか、あやながなんか場所をね、まあいろいろさ、みんなそれぞれ使うからさ、そうだね、なんかとりあえず隣が誰か分かる席がいいから、うんうん、あやないたから、はい、あ、隣いいって言って隣行ったら、はい、その隣はもぎさんだった、うん、私はもぎの隣に座った。今日そういう感じでね、席を決めます。そう、じゃあもぎ、あやなさほでした今日は。でしたね。そうそう、なんだよ、ハーリープトゥーのイベントも2人で行ったじゃん。行ったじゃん、仲いいじゃん。あれなんで行くってなったんだっけ。私が誘ったんだっけ、あれは。いや、私が誘った。なんでだっけ。なんで誘ったんだろう、エナのことそこそんな考える必要ある。分かんない、私と行きたいって思ったんだよ。なんだよ、誘ったんだっけってならなくてもよくない。誰が誘ったんだ。私を誘ったことがすごい不思議みたいな言い方やめて。あ、クマタワーありがとうございます。ここで自分の世界に入るのも早いんだからな。カー君、あとでなさほ大好きさん、早いんだから。クマタワーありがとうございます。夏に舞いたいな、なさほ推しっていう。うん、嬉しいね、ありがとうございます。うん、でほらほらほら、ランクアップで3位から4位って書かれるので、こっち4位から3位でしょ。ねえねえ、ランクアップって書いて3位から4位って出るんだよ。ランクダウンなのに。バグじゃん。だからすごい煽られんの。ランクアップ3位から4位って書かれるから、うん、なんかすごい、それダウンだよってなる。確かに。アップじゃなくてダウン。え、でもさっき私ダウン出たよ。ダウンで7位ですよって。嘘、私の全部アップって出る。お、でも私抜かされましたさ。これ何なの、この隣で。やだ、本当に。やだ。でもすごいね、上。すごいよ。上すごいね、これ。あ、でも、あ、ほらね、あ、確かに、あった、うん、私で確かにダウンと。それはそうだよね、うんってなるよね、うん、え、これさ、みんなの画面にも出るの、うちらの画面だけ出ないんだって。え、あ、すごいすごいすごい、煽ってくるほらドゥン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 ってやばいね、これ。これ本当にあのスクショっていうかあれしたいぐらいでね、動画撮りたいね。これはほら、ランクアップで3位から4位って出てくるって。私だけ、あれ、みんなも出てるんじゃない。あ、ドゥンドゥン、わからない。あ、出るって出るって、うん、出るんだ。じゃあこのドゥンドゥンドゥン、わかる。ハルピョンが2位だって。ん、1位って書いてある、こっちだと。ハルピョン、あ、そうなんだ、わかんない。今マリアちゃんとハルピョンが、そう、上2人だね、きっと。で、サホ、私今ね。これはもう本当に、うん、正直本当にわからないし、もうね、なんかだってみんな、なーちゃんとかもいるでしょ、ユリとか。みんなもいるから、でこのリハ期間だから、うん、なんかそうね。何を目指してる、10位以内。うーん、まあ前回よりはさ、そういう意味では枠はちょっと、ね、うん、10位だけど、まあね、でもあとそれプラスね、特別賞があったりはするから。この特別賞はさ、どういう基準なの？あれより、誰かが選ぶよね。誰が選ぶの？何基準で？料理うまい人？似たね。インパクトに残ったとか。料理がインパクト残った人？その工夫されてたとかさ、うん、あとめちゃめちゃ豪華だったとかさ、多分そういうことじゃない？あともう意味わかんない食材使ってなんか美味しそうとかさ。じゃあその作戦を考えればいいのか。なんかそれはツイッターで、あとはじゃない、ツイッターのさ、なんかいいねがすごい多かったとか、バズったとか終わっちゃうもん、うん、バズったらもう、うん、バズったら絶対いけるでしょ、それはもう。確かに、料理のツイートとかバズったりすることあるじゃないですか。なったら強いよ、料理載せる人。いや、料理は多分全員載せなきゃいけないんだよね。そう、全員載せなくちゃいけなくて、うん、だからなんかね、多分そういうことじゃない、きっと。今回はショールームだけじゃなくて、それも見ますよってことじゃないかな、投稿の工夫というか。でもしこのショールームランキング50位でも、うん、ツイッターバズったら入る可能性あるってこと。ツイッターバズれば入る、うん、ツイッターバズらせようかね、そっちに持ってく、ね、10位内になんか入るためにみんなが無理するの嫌なんだけど。すごい、この間のもあったからね。そうそうそう、それはすごくね、思うし。そうだしね、正直今回その今日もさ、
あのこの時間が読めなくてこうなってるじゃないですか、うん、ってなると明日明後日がマジでわからないから、だから本当に私は今あの時間を決めなくちゃいけない。確かに。え、ちなみに何この怖い、私が今怖い、え、怖、弟とオリンに何か送ろうとしている、私転送しそうになってる。何これ何意味わかんないよね。マナアナヤ、あれかな、シリとかがやったのかな。そうじゃない、いや怖、何を送ろうとしたの逆に怖。こういうのであれじゃない、変なツイートしちゃう。聞いてください、この期間に作った料理を載せるの、それとも自分過去に、いやこの期間に、あ、てか別に過去に作ったやつを紹介してもいいんじゃない、うん、ワンチャン、みんなの作ったことありますよって。そうっていうの、今まで作ったやつ全部載せるかなすごい、全部、皆さん通知オフにしてください全部、もうなんかね疲れてるかよくわかんないんですけどさ、頭もねもうねもう疲れちゃってて今日やばいですけど、とでその選ばれると、今そのキッチン選抜じゃない、クッキング選抜っていうことで、うん、ちょっと活動があるかもみたいに書かれてたよね。ね、匂わせてたよね。匂わせもあったし、あと確実なのはキッチングッズはもらえます。うん。キッチングッズ、グッズグッズ。はい、キッチングッズだけですかみたいなコメント来ない？来ない。あ、来ない。うん。これってそのあるかもって匂わせてるから何があるの？みんなだから、あ、さっきなんか何があるか知ってるんですかとかあった。うん、知ってます。まあでもそういうことだよね、だってあのショールームの時もさ、ね、ミュージックブラッド出られるかもっていうのはさ言われたからね、私たちはね、そうそうそう、だから候補だから、まあ候補20人が候補って呼んだけど、最終的にそうなるわけじゃないけど、そこに入れなかったらもう、そうそう、そこの話はもう完全になくなるよね、スタートライン立てないよってことですね。まあ、かもってあの匂わせがあったから、まあその20人には何かがあるってことだと思います。うん、これで何もなかったらびっくりびっくらこいちゃうって感じなんですよ。だからちょっとふわっとしてるんですけど、でも、まあ、ご飯ね、もちろん私好きだから、ちょっとその20人には入れたらいいなと思って、ちょっとね、ご飯に携わるお仕事がしたいっていうのはと思ってるので、うん、私もせっかく駅弁とかもそうなんだけどさ、取ったし資格なので、そうだからハニハモ的には頑張りたいよね、ちょっと4人入りたいな、うん、そこ出てる4人は、うん、清水キッチンさん1位になるといいね。うん、あ、怖い怖い怖い、日の中を見ている、何してんの、ちょっとマイク借りたい、マイク借りたいの、どうぞ、え、練習するの、頑張れ、はい、え、あ、ここひななです、なんなかった何も切れてた、そっちのあれなら繋がるの、あれマイクがあればいいだけ、マイクがあれば繋がります、あ、そうなんだ、頑張ってください今日サホさんにアクスターあげた、あ、そう、ありがとう、みいちゃん、みいちゃん、バイバイ、後でお金払うね、あ、あ、私も50円払う、あー、そう、セット、じゃあ、あ、じゃあ50円引いた1個払えばいいんだよ、私が、確かに、そうするわ、 OK です、 OK、お疲れ様です、はい、というわけで、あ、だから明日の予定を考えなくてはいけない、もうなんか頭がいっぱい、あ、だからね、なんで私告知してないの、もうやだ、疲れた、思考停止して全てが止まるタイプだから真逆な気がする、そうなんだ嫌いよ私のこと嫌いでした、嫌いだったら一緒にやんないでしょ、そうなの、オードリーみたいなじゃん、オードリーさんのネタ終わりなんかこれ、本当だこれ、おお、そうですかへへ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 、芸人みたいでした今コントだこれってことでしたねはい春日側、春日さんがトゥス、ピンク着てんのに、私確かに逆だわ、ピンク着てきたのに
面白い。ハホちゃんのファンの人煽ってくるよすごい。え？なんて？あいの練習しないの？あいの練習しないの？テクノカットやなって言われて。テクノカットやなって。何テクノカットって？あの春日さんの髪型。ああ。ハホちゃんの方が煽られる煽ってくる。煽ってこない二人で M1 に出ようって言われてるよこっちは。これじゃない今は出れないよ。鬼瓦マッチされてる。なんだっけ鬼瓦これか。うん、鬼瓦ってやつ。そう。トウモロコシ食べてるか。あ、おばったらやってくれるみたい。やばい。うん、思い出した。なんかさ、デニーズ行ったじゃん。行った。あれさ、え、二人で怒ったことになってたの？うん。あ、払ったっけ私二人の分。うん。え、いつ？いいじゃん、お金もらったよ、大丈夫だよ。え、どういうこと？渡したっけ？え、うん、お金はもらったはず。お金渡したけど、私自分の分しか払ってなくない？え、もうちょい払ってない？あれ、そうだっけ？マジで滞在時間短かったの。だから半々は申し訳ないなと思って。あ、私綺麗な半分じゃない、短かった、うん、そういう、そういうことね、うん、ちょっと多めに出したのがそれいいよってこと？うん、そういうことね。いいだった。全然払っていただいてもいいんですけど。いや、ありがとう。じゃあ、うん、ごちそうさまです。ハホ先輩がいいか、はい、確かに私はもうマジ20分ぐらいしか滞在時間なかった。そう、その後もあったからさ。なるほどね。そうそう、だから、うん、ありがとう、優しいね。うん、優しいんだ私。ありがとう、優しい話ここでしてくれて。ありがとう。優しいね。ハホが一番多く出してくれたんだって。そうしちゃった。さすがにかやなも自分の分よりはあれした。なんか霧のいい数字渡した気がする。あ、そう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 、本当はなんかもうちょっとなんかモーニングだったから結構安かったの。そうだね。そうだから霧よく、じゃあいいらしい、いい感じらしい。まあまあまあ払ったんで大丈夫です。イエイ。明日はこのスケジュールで簡単に終わるかな。ごちそうさまでした。トウモロコシ、マロカシ美味しかったです。明日は何挟まんなかった。お、夜ちゃんとできそうだぞ。時間変わってないと信じたい、ね、ここよここよ、これ怖いの。そこだよね。うん、終了後。あ、そっか、終了後に今日含めて確認が入るんだ。できなかった曲の確認かな。結局明日何時終わりか分かんないのよ。そこだ。もうとりあえず。で、私はね、朝2枠できるかなと思ってます。あ、あと昼も行こうと思っているので。すごい歯の詰まってないかすごいチェックしてます。あそこの鏡で、ね、すっごいチェックしてます。無言で行くから。そして行ったんで、あれ挟まって、何気をしないでよ。野崎さんがどこかへ何も言わずにどこかへ行きました。マスクしたら分かんないのにね。なんでなんだろう。面白いあの人。はい、あ、くまさんありがとうございます。倉前さんがくまさんをありがとうございます。びっくりしちゃった。あらららら、ありがとうございます。これはまさか、ありがとうございます。そんなことないよ。デアちゃんが100回目の本も、おお、え、なんか帰ってこないですね。あやな。え、かぼちゃ味のパルム美味しいって。絶対美味しいじゃん、食べた。パルム、そういえば今日聞いてほしいんですけど、なんか今サンリオとセブンイレブンがめっちゃコラボしてて、なんかダースが対象商品だったんですけど、これ2箱買ったらサンリオのコームがもらえたんです。
クロミちゃん、やっぱ紫にしちゃいました。ポチャッコかなって思ったんですけど、やっぱ紫だなって思ってクロミちゃんにしましたって感じです。おかえりなさい。ただいま。思ったんだけどマスクしたら分かんなくない？確かに間違いない。でもそんな平気だった本当？うん、そう可愛いよねクロミちゃん。そう紫推しです。ダース今持ってんの？食べたい食べたい。え、食べるために持ってるんでしょ私がねそれはそう私はね、サイズアップしたみたい。見て、え、食べたい食べたい。あら、あ、マネージャーさん、久保崎さんは何を頼んだでしょうか。本当ね、食べたいしか言わん。食べたい、これもらえるまで食べたい言う人。開けないのまだ。妹ってこういうあれだよね。あ、篠崎さんが面白い、本当完璧。あ、すごい、こっちで篠崎さんにあげてください。優しいね佐藤さんって優しいね。うん、よいしょ。すごい、まあ、どっち食べるの？どっちがいいかなどっちが好きなの？え、一箱食べるつもり？え、どっちが好きなのって聞くことある？どっちが？え、ミルク両方一個ずつ両方食べてるよこの人。ね、本当にミルクで、ミルクじゃあミルクチョコがいいホワイトミルク、ホワイトじゃない、ホワイトじゃない。私はホワイトが食べたい。あ、じゃあミルクチョコ食べたい。あ、大丈夫です、ホワイトしか開けないあ、そういうことね。じゃあホワイトチョコちょうだい。あ、何でもいいよ。面白い。あったよ面白いのは。じゃあ末っ子って言われた。本当に末っ子だと思う。そういうとこ。うん。あのね、あんまりちょうだいってならないよね、長女多分。あ、そうなんだ。うん。でもあれよ、後輩とかには言わないよ多分。どういうこと？え、なんか全人類に行こうとしてる。そんなこと。はい、どうぞ。ありがとう。仲いい。うん、気が知れた人に言っちゃう、ちょうだいって。お、え、後輩レイちゃんとかは仲良かったじゃん。あ、レイちゃんがお菓子持ってたら言うかも、ちょうだいって。はい、言いました、後輩に言っちゃう、言っちゃうかも。え、美味しそうっていう、ちょうだいって言わないかもしれない。ほら、美味しそう、何それ美味しそうって。何それ、見たら分かるでしょダースよ、食べます、ダース今回は本当妹って感じするところが成功気質。見たらわかるでしょ違明日朝何時に配信するの？今考えてた。あ、くそー、やっちまった。また今時間を確認して、まあ押したり引くことはないか押したり引いたりする。巻くか押したり押し引きあんのやばい。駆け引き始まっちゃった。明日は、私も明日何時にやろうかな。どうしようかな、これ本当に。ちょっとさ、夜の時間さ考えつかないというか、ちょっとまとまらないので、うん、明日まず朝はね、どうしようかな。どうしようかな、私もここ伸ばそうかな。なんか20分にする必要がない気がしてきた。朝のスタート何時にしよう。そう、私も今それを考えてた。今日帰るの遅いから朝やるのしんどそう。確かに、そう
かね。夜も忙しかったら朝多めに。確かにね、夜はね、いや難しいことはないと思うんだよな。明日まとまった時間作るかもしれない。夜ご飯7時台行こうかな。朝？うん、じゃあ私も7時台にしよう。真似された。7時半からにしようかな。ね、私もそれぐらいだな。でも一緒だね。一緒一緒にやりすぎなのよ。今日もさっきも言った、コラボ配信する？もうみたいな。確か朝から、朝から、朝からコラボ配信やばい。でも私あれよ、添い寝配信から始まるよ。さあ、それ見たくないわ。やだ。見たくないよ。やだ。見たくない、見たくないです。それはちょっと見たくないですか。はい。気持ち悪いですか。いや気持ち悪いと思わないんですけど。痛く、はい、私は痛くないですよね。わざわざコラボつないでまで見たくない。確かにそう、確かにそれはそうでした。すいませんすいません、見たくないですね、はい、そうです。じゃあ7時半から8時にしようかな。でも私も今それぐらいの時間をね考えてて、この前だと何時だ、ね、次はお昼の時間12時から。お昼は12時25から12時50で行こうと思ってます。私は12時10分から。え、どこでやるの、ここ？うん、ここでやる。うん、あ、まだ場所取ってないからちょっとこの後確認するけど。確かに。やばい、絶対みんなが狙っている。確かに、もう早めにもう3日分取っといたいね。そうなんだよね、本当はね。一日中予約しようか、もうずっと予約で。あやなかで使うから。そうだから、さはあやなか、そうだね、使うね。確かに。だってもうさ、え、ここ誰か使ってますかみたいな。うん、あ、もう篠崎さんが一日予約してますってなって。新茶やんねえだろ。絶対みんな覚えてる。確かに、どこだよってね。そう、13期の部屋、ランキーの部屋。全然誰かいれば、確かにタイミングでね、もちろんね、そうそう、一緒に使えたらいいんだけどさ、さっきみたいにね。そう、部屋も別に狭いわけじゃないから。そうだよね、タイムテーブル本当欲しいよね。わかる。ちょっと待って、私今計算してるんだけど、頭が本当に働かないんだ、ごめんね。12時10分から12時40分、1時間、3時間だものね。あ、違う、これちょっと待ってね。私今これ日本語おかしくなってきてる。あ、分かった、ここが間違ってんだ。9時40だ。とりあえずその2部考えとけばいいかな。何の話？え、とりあえず朝と昼考えとけば、それ35分にしよう。また明日考えればいいかな。うん、だってそれ以降分かんないよね。まあ、ちょっとね、私はこの後帰りながら考える。じゃないともうね、頭が働かなくて今本当に無理。明日はもう夜できるか分かんないんですよね。夜はなんかできると思ってる。うん、私も思ってるけど、とここで夜は配信できると思うんだけど、まだ終わり時間が出てなくて。そうそうそう、ちょっとね、予定が分かんないんです。ここまで遅くてか、普通にこんな遅くまではなんないと思うけど、明日は。私もそう思います。ですよね。はい。あ、1時半から8時と12時10分から。ただ昼の時間をそこにするとなると、星3周できますね。だからこれは私一生悩んでるわ、これ。7時半からだったら分かった、これだ。もうどういう風に書いてたか忘れちゃった。私この間のやつ多分引き継いでる。嘘。うん、もうなんかすごい遠い昔の記憶のように感じる、ドルム選抜の配信が。と、あ、こみちゃんが私のことをまたツイッターに載せてくれてる。これ何分？ 20 分じゃない？で、私7時20分から7時50分朝行こうと思います。もう一回言って。あ、見に来てくれるの？7時20分から。私は7時20分から7時50分。え、その後もお昼配信？その後10時25分から間にもやんの？10時50分
間やるよ。へえ、そうなんだ。でその後が12時25分から12時50分。そうなんだ、2週ですか、そこ。こういうのとだから3週2週かな今。あ、そっか、っ3週3週2週ね、うん、じゃあ私もそうしようかな。なんなんこの人本当に。私もそうしようかな。って感じでね、一応枠としてなんか明日は多分3時間使えそうな気がしてるので、朝これぐらい使っちゃって、すごいカンニングしてくる。あやながすごい見てくる。25分。あ、だからあれなのか、25分なのか。うんだね。なんで朝は30分にしないの。何が間違えた、25分じゃないの。朝は朝25分に始めちゃうと捨て星の時間的に、あ、ここがでもあれか、早めようかな、20分にした方がいいか、こっち捨て星ん、あ、そっか、こっちの方が親切か。6時35分15分あった方が投げれるよね、もし、あ、違う、45だ、これの方がいいか。あ、そういうことね。はい。サッホのツイート待とうとか言って。もうサッホのツイート引用リツイート、さっきそれやろうとした、あ、やんなかったな、結局やんなかった、やるかと思った、あやな。はい、というわけで私が今考えた、もう一回ちょっと整理して言いますね。サッホのツイート、まず7時20分から7時50分30分やります。でこの場合多分捨て星を6時35分にしてもらえれば、私がだから寝星のように頑張りますね。はい、頑張ります、私もって感じて、でそのまあ大体3時間後になるんですよね、次の配信。10時20分から10時45分、さっきとちょっと5分変えました。ここも多分捨て星9時35分的なやつでいけるかなと思ってて、でその後お昼にここ2時間空けて12時25分から12時50分ここ25、25ですね。なんかみんなもすごい大変なことにはならないと思うので、うん、何10時20分捨て星6時35分にして、捨て星にん、あ、捨て星6時35分にして、はい、7時35分に解除になって、解除になって3周行って、そっから15分あるよね。そうだね、うん、7時35分に解除でしょ、うん、そしたら次10時20分でいいってことか。ん、うん、大丈夫そこは。あ、そっか、ごめん。で星は多分2回連続までぐらいだったら多分同じ時間でいけるはず。これ以上は多分ずらした方がいいから、ここは5分ずらしてる。うーん、完璧だね。わかんない、いける、ちょっと頭回んないんだけど。私も回んないんだけど多分ね、頭考えてもしないでください。え、だってさ、待って、7時35分で次10時35分からじゃなくていいってこと。なんで35分から始めるの。7時35分にまず7時35分に解除になったら、次また8時35、ここずらした方がいいかな。ずらした方が安全だったら5分ずらす。いいんじゃない、そこは。そしたらここはずれちゃうんだよね、ここ結構キワキワなんだよね。やばい、もう本当にわかんない。嘘、なんで、なんか違うよね。え、え、これでいけるよね。合ってるか、合ってる合ってる、みんなが合ってるって。あ、ちょっと待って、5分ずらした方がいい。5分ずらすんだったらちょっと調整する、どっちにずらすか。あれだけど、もう忘れちゃったよ私。お昼を半から55分でもいけないことはないかなって思ってて、まあ3週向けの話なので、多分そんなにね、みんなはあれだと思うんだけど、多分やってくださる方はこのスケジュールならいけるんじゃないか。まあ私が決めなくても多分適当にやってくださると思うんですけど。忘れちゃったの、うん、忘れちゃった、星三週のルール。あの時めっちゃ頭良かったのに、星三週について。
マジで覚えてないんだけど。あ、すごい。ちなみにこちらも考えないで私のツイート見ればいいやな気持ち。確かに。ずらした方が安全ではある。確かに。そしたら、朝の時間はちょっと変えたくないので。まあ、5分ずらすか。ちょっと過去のスケジュールを遡ってる。お昼半からでいけるんじゃないかな。じゃあこれでどうだ。5分ずらしました。朝は変えません。7時20分から7時50分、そして次が10時25分から10時50分、そしてその次が12時半から12時55分。5分ずらしました。こっちの方が安全なんじゃないか。30分になるって更新できるって。え、31分じゃない。私そうかも。私31分だと思う。とりあえず順位読みます。私もこの枠終わっちゃうと変わっちゃうの？それ分かってない私。枠のことは分かってない。いや普通に23時33分ぐらいにもう一回切ってやり直したらこれが終わるから、一回順位を読まないといけない。分かった、読む、はい、読もう。先読みます。20位ひびちゃん、19位ひとみちゃん、18位キラハッシュタグチームナオさん、17位マサト、フッキング要素どこ。確かにでも料理配信しますよ明日明後日のどっかで。32分に更新 OK。 16位ひろゆきハッシュタグチームナオさん、15位はゆちゃん、14位ゆきちゃん、13位すずぺあらみまちさん、12位かーくん、レノサホ大好きさん、11位しゅんちゃん、10位おためのとこそだんさん、9位ちゃんたちゃん、8位おげにおとちむなあさん、7位めちれまおさん、6位くりりかさん、5位かずのこさん、4位なおじいさん、3位どてねこさん、2位あんくんさん、1位はゴトライトさんでした。そして55位もなちゃん枠がやっしーさんでした。ありがとうございました、はい、こちらは13位ろくちゃん作業中、12位ピースのおっさん、そして11位たいこさん、10位、2019リタイアマンさん、さっほう1推しかな、はい、そして9位がワイマツアットやつばさん、SM 認証は何だったんだろう。8位ヨッシーさん、7位あゆむんさん、6位全角30文字以内さん、5位ケンさん、4位ヤコヒデさん、そして3位がカズミヤとサホマニアさん、そして2位がカオコのトレナサホ大好きさん、1位がヒロさん、あと今日はカオス配信じゃなくて何だろう、切らないといけないね、やばいねやばいねやばいね。リア報奨が、私ももう切れる、ミヨコンブさん、やっほー、はじめましてかも、ありがとうございます。作法賞はただし K さん、ありがとうございます。それではここで一旦切ってすぐ始めます。ではバイバイ、すぐ始めます、バイバイ。ちょっと時差があるよね、これどれぐらいいけるか。作法賞がやっほー、作法賞あれまた変わったでしょ、マッタさん。ヤッホー賞が陽太郎さんに変わってるし、なんか上位陣も絶対変わってるよ。おい、ロクちゃんとか2019リタイアマンさん、そして1位がケンさんに変わってるし、あとサッホー CP アットヒサタンさんも読んでないし、ヤコヒデさんも読んでないね。これ何このランキングで、10位がシノノメさんで、もうね、13位にリョボさんもいるし、12位のシンイチさんも多分読んでないでしょ。え、トビさんも読んでない、今分かんなくなってきちゃった。あと赤月さんね、すごいいっぱい喋ってる、なんかバーって読んだんだけど読んでない人いる、ごめん。とカークのあたりなさほ大好きさんもなんでやねん。ただしかし私は帰らなくてはいけないということで、ありがとうございました。あれなん、自分の興味ないって話の時めちゃくちゃ無視するやん。そうじゃ、そんなことないよ、今頑張ってツイートしてたの。 私もしなきゃ宣伝する。というわけで皆さん、今日ほんとバタバタでしたけど、こっちもねよく映ってたと思うんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでサホリンズの合言葉はスマイルイズユー。サホリンズだ、やったー。わーい、サホリンズが増えました、やったー。はい、というわけで皆さん、また明日朝、明日は7時20分からやります。ありがとうございました。私も7時20分からやります。ぜひ星集めたりカウントしたり来てください、来てください。あ、その後の10時の配信もサホちゃんと一緒です。その後の12時の配信もサホちゃんと一緒です。はい、はい、リツイートします。帰ります私は。